お世話になっております、マサルです。今回はクリプトレック暗号リストについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にクリプトレック暗号リストについて概要を学びます。その後、推奨されている暗号技術について勉強していきましょう。それでは始めていきます。クリプトレックというのは、電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適切な実装方法または運用方法を調査・検討するプロジェクトのことを言います。以前までは省庁として総務省・経済産業省が運営に関与していましたが、2021年デジタル庁発足に伴い、デジタル庁もクリプトレックプロジェクトに参画することになりました。クリプトレック暗号リストというのは、電子政府推奨暗号リスト、推奨候補暗号リスト、運用監視暗号リスト、この3つのリストで構成されています。それぞれについて説明を補足すると、現在利用が推奨されている暗号技術をまとめているのが電子政府推奨暗号リスト、今後電子政府推奨暗号リストに掲載される可能性がある暗号技術をまとめたのが推奨候補暗号リスト、そして現在はリスクが高まっており利用が推奨されていないんですが、互換性を維持するために利用が容認されているのが運用監視暗号リストです。電子政府推奨暗号リストだけが注目されがちですが、3つのリストが存在することを覚えておきましょう。これからセキュリティ対策をしていくときに非常に参考になるのが、クリプトレックが公開してくれている電子政府推奨暗号リストです。この暗号リストに載っている暗号技術は国のお墨付きの暗号技術です。なので安心して利用することができます。特に覚えておきたいのは、公開鍵暗号の鍵共有として DH と ECDH があること、そして共通鍵暗号の技術として64ビットのブロック暗号は暗号技術として推奨されるものがないこと、128ビットのブロック暗号の場合は AES とカメリア、ストリーム暗号であれば KCypher2 です。ハッシュ関数に関しては SHA-2 の SHA-256、SHA-384、SHA-512 が推奨されています。あとはメッセージ認証コードとして HMAC もよく目にしますので、覚えておくと良いかもしれません。それでは今回はクリプトレック暗号リストを一緒に勉強しました。動画をご覧いただきありがとうございます。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。概要欄からぜひチェックしてみてください。特にオンラインコミュニティはオンラインのイベントだけではなく、オフラインのイベントも定期的に開催してメンバー同士で交流できる機会も作っています。無料お試し期間もあります。ぜひお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。クリプトレック暗号リストおすすめで、クリプトレック推奨暗号リストをいただきました。今日も学んで登録テキスペ情報支援士クリプトレックの3リスト推奨暗号リスト推奨候補暗号リスト運用監視暗号リスト覚えたリクエストクリプトレックの3リスト推奨暗号リスト推奨候補暗号リスト運用監視暗号リスト覚えたリストレッツゴー覚えておきたい推奨暗号公開会議 DH 共通会議 AES ハッシュ関数メッセージ臨床 HMAC 覚えておきたい推奨暗号公開会議 DH 共通会議 AES 端子関数シャーツメッセージ認証 HMAC はい、それじゃあ今回も各問に挑戦してください。情報処理安全確保支援士平成31年春午前2時09クリプトレック暗号リストに関する記述のし適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれでしょうか。ゆっくり考えた人は動画を止めて考えてみてね。ポク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 チーン、正解はう。正解できた人おめでとうございます。